こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です。今日は、今の日本は奇跡的レベルで輸出で稼げる条件が整っているというお話です。これ、けながらね、えー、そういえば昔は日本も物価は安くなかったなというのを考えると、今のってつけた方がいいのかなと思ってね、えー、今の日本はとしたんですけど、まあ、今ね、まあ、世界を旅行して物価が安くて住みやすく、 そして、輸出の仕入れに良い場所を探してると。ねえー、去年、アメリカ行って、でえー、その後中国、タイ、えー、ヨーロッパ、ね、ポルトガル、ロンドン、フランス、で今、ドイツにいますけど、まあ、やっぱりね、まあどこ、どこを住んでも、えー、日本ほど仕入れには適さないと。 で物価の安い国だとね、その国なりの生活をすれば安く生活できますけど、やっぱちょっとたまには贅沢したいなとかね、口に合わないからこれが食べたいなとか思っと、は高いんだなと。安い、安い国でも、えー、高いものは、えー、値段が一緒とか、下手すら逆転してるというのがあります。でね、まあ、そんなこんなで、えー、輸出で儲けるために必要な条件、まず商品ですよね。 売れるる商品が、えー、儲かる値段で入ななきゃいけないけただね、商品だけじゃ完結しなくて、えー、サービス、ね、輸送とか、あるいはね、えー、商品のレベルによっては検品が必要だったら検品とかね、えー、まあ主に、まあ、輸送ですよね、えー、その商品をね、海外まで持っていくサービスが必要です。そして税制、ねえー、輸出に対して歓迎、えー、してるのか、輸出すんなと。 ねえー、いう税制な、まあするなということはないでしょうけどねほったらかしの税制なのかによって変わってきます。で日本の場合はね輸出すれば消費税がそっくり返ってくると日本国内消費税がそっくり返ってくる、ね、もうこれらの仕組みを支えているのは、まあ、ブラック企業で安月給で死ぬまで働く社畜と社畜と書くのもどうかなと思って人材って書きましたけど、まあ、言ってら一緒ですよね。えー、商品が いい商品が安く売れるのも、えー、その、ね、安月給で働く人たちのおかげ、サービスも安月給で働く人たちのおかげ、税制がね、えー、有利になってるのも、えー、ガラスバで税金捉えても、ね、えー、年金とか健康保険という、ね、名前を変えた税金を捉えても、ね、せっせと納める人たちのおかげと。ね、こんな人材を、ね、見つけることは、日本以外では不可能ではないかと。 物価の安い国っていうのはね、安いなりに逆に労働力の質も低かったり、あるいはね、その仕事優先ってなんでって感じですしね、まあ今、ドイツにいますけど、ドイツでね、その日本の仕事はハードなのかと、ハードだよ、だってね、ハードすぎて死ぬもんって言ったらね、唖然としてましたね。え、なんで死ぬまで働くんだって、えー、その理解できないクレイジーだと。 いう感じでね、あの、驚いて絶句してました。まあ、それぐらい不自然ですよね。仕事最優先で死ぬまで働くと。まあ、これは多分、えー、海外の人と交流してる人は、それがどんなに異常なことかっていうのは分かるんでしょうけど、日本でしか住んでないとそれが当たり前と。仕事優先ね。で、えーね、まあ、ブラック企業、そうしなきゃ利益出ないんだ。まあ、そりゃそうですよね。みんなで、ね、そのブラックなわけですから、一人だけホワイトになったらなかなか稼げないと。 国内でやってる限りはもうブラックしかないと。もう恐ろしい国ですよね。まあもとい、えー、ブラックをなくそうという話ではなくてね、もう現状ブラックなのはしょうがないけど、おかげで輸出が儲けやすいという話です。でね、ポルトガルもタイも物価安いと、ね。しかし、物価安いんですけど、例えば日本で年収200万しかなくてカツカツでね、まあ年金とかでね、 あるいは貯蓄を切り削っていこうとか、金使うのが苦痛でしょうがないとかいう人がね、物価の安い国、例えばポルトガルとかタイはね、お金使わず生活するんだったら快適なんじゃないかなってすごく思いました。ところがね、日本で年収600万の世帯と同じレベルの生活をするのは無理と。 これね、600万、六百万なのか700万か分かりませんけど、まあ、1000万なのか分かりませんけど、まあ、例えばね、えー、たまには高級レストランに行くと。で、まあ、よ,よくね、意識しなかったけど、そういえば、えー、飲み食いしてるもの、えー、輸入品が多いねと、と、ね、いう生活をすると、えー、例えば、日本で600万の人が貯金をあまりせず使い切る生活と同じことをね、ポルトガルとタイでできるか。 できません。なぜなら、それに応えるね、商品が売ってないし、レストランがないと。ね、で、まあじゃあ、えー、近い、ねえー、近い生活をするのはどうか、ね。多分ね、3倍以上の年収が必要だし、もしかしたら5倍ぐらい。だから、タイ、あるいはポルトガルで、えー、年収3000万ぐらい稼がないと、えー、同じレベルの生活はできないと思います。というとね、とんでもなくハードルは高いと。 むしろそんだけ3000万も稼げるんだったらね、えー、日本に来ればだって600万でね同じ生活できますよって話ですねで、まあ、例えばレストランっていうのはね、えー、じゃあそのレストラン輸出してよっていうのはできないんで、まあ、その国でどんなね食事が食べられるかっていうのを見るにはいい仕様かなと思うんですけどやっぱり、まあ、ミシュランの星の数とかねこのレストランが1位とかなんだかんだっていうと ま上位に出てくるのはフランス、日本、アメリカ、ね、スペイン、まあえー。物価は安くない、金持ちが多い地域ですね。でちなみに、ミシュランの星の数が世界一多いのは日本です。もう何しろね、えー、死ぬまで働くと、そこまでしなくていいのにっていうところで、えー、追求すると。 イタリアでも一部そういう人はいますけど、まあ、ただね、えー、その絶対的な人口とかね、えー、競争の具合で、まあ、イタリアは上位には来ないと、ねえー、やっぱり日本圧倒的に強いですねフランス歴史を考えたらね強くて当たり前なんですけどまあ、えー、日本ほどねそれは日本ほど死ぬまで働く人って何しろいないわけですから日本ほどのお得さ加減はないすごさはないというところです まあ最優秀はね、ギーサボはパリのね、えー、残念ながらまだ食べてないですね、そういうこで、ね、これね、えー。行こうかなとで、ね、まあいいや。まあ、もとい、えー、日本が一番レストラン多いです。えー、ミシュランの星も多いし、優秀レストランの数も多いと。まあ、なぜなら、えー、寿司屋でね、例えばタイの寿司屋で5万円払っても、まあ、日本ではね、ランチで2000円で食べられるレベルの食事、ね、しかできないと。寿司しか出てこないと。 わざわざ築地からね飛行機で運んでるみたいですけど、まあ、ネタはいいけどねその仕上がり見るとどう見てもこれねそんな5万円払って食わないし、まあ、逆に5000円でもうんどうかなという感じですね日本だったらまあ2000円でしょうね築地あるいはね、えー、ネタのいいとこ行けばまあ、うん、そうですね2000円で食べられるレベルそれから物価の安い国では、えー、明治屋とかね政治用石 デパートの地下で買うような高級食材は手に入りません。もうね、その存在そのものがないですね。で、アマゾンとかね、独自ショップとかそういうのないですからね、買うならもう日本から送ってもらうとかね、フランスから送ってもらうとか、フランスまで買いに行くとかしなきゃいけないと。でまあ、もっと一般的なところだとね、発泡水のペリエ、これ日本で買うのが一番安いと。驚きですよね。 かフランスだったと思いますけどフランスより日本のが安いです。でタイだと、ねえー、ペリエ1本が600円ぐらいしますね。でタイの水だと、ね、30円なんですけど、600円で20倍の開きがありますね。えー、でもそういう値段で売ってて売らないと合わないのか売ってても買う人がいるというのでそれぐらい開きがあります。でほとんどの国は、ねえー、輸入品は高級品と。物価値安いポルトガルで。 ポルトガルでもでもポルトガルで作ってなくて、えー、同じヨーロッパから輸入してる商品日本よりから輸入してる商品、えー、アメリカから輸入してる商品は本国より高いと、ね、まあ当たり前ですねまあヨーロッパはね一緒なんですけど、えー、フランスもポルトガルもヨーロッパの製品は値段は一緒とでタイねその、まあ、5倍から10倍ものによっては20倍しますでもね考えてみれば日本も昔はそうだったかなとね えー、35年前は輸入品は国産品の3倍から5倍した。ね、ウイスキーも、えー、サントリーのオールドは、まあ、普通に買えたけど、えー、ジョニクロとかね、えー、高かった。マッカラなんて存在も知らなかったと。まあ、ヘネシーの XO もね、えー、高かったし、えー、ルイ13世とか聞いたこともなかったと。まあ、そういう時期があったかな。だから、今の時期の日本だから、えーまあ、輸入品も安いと。 輸入品も安いってことは、それに、えー、打ち勝つ国産品を作るから、国産品のレベルがとんでもなく高くてね、えー、値段は安いという状態になってます。だから、高品質なものがあふれ返っている日本、ね、輸出ビジネスをすれば稼ぎやすい状況が整っている。これはね、えー、昔からそうだったわけじゃなくて、ここ最近そうなったんだろうなと思います。えぇ、ー、何しろね、バブルの頃は、 東京はね、物価の高い国って言われてたのに、今や東京は物価の安い国と、物価の安いと、ね、言われてるタイとか、えー、ビザね、開放した、ね、タイの人結構、旅行来ますけど、タイの人驚いてますね。東京外食安くて最高と、ね、こんな、こんなうまいもんがこんな値段でなんで食えるのかって、驚いてね、食いまくってるって話を聞いたことありますけど、まあ、そういう状態になってますんで、まあね。 えー、レストラン云んはまはあえー、どっか行って食べなきゃしょうがないことですから、えー、輸出はできませんけど、まあ、してるねラーメンなんかしてる場合もありますけど、まあ、もっと気軽にやろうと思えばできる今アマゾン輸出という仕組みこれね今の日本だからすごい稼ぎやすいんだなと。 逆に稼ぎやすいからね、稼ぎやすいですって言って仕組みを教えるだけで、私がこうしてね、えー、旅行してるのもあるのかなというのを思ってね、非常に感謝しながら、ちょっと振り返ってみました、ね見。見ようによってはね、日本をディスってるように見えますけど、違います。えー、もう奇跡的にね、えー、稼げると。暮らしやすく、物価が安くなってるというのをね、えー、実感して、まあちょっとシェアさせていただきました。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。